遺憾となる時もあるけど、選択しないと後悔するだけよ。私に服従しなさい。あんな風に乱暴に人類を理解するのは人でないものだけだと思うわ。それにしてもあなたって本当に暇なのね。孫子に怒られるのが怖くないの？別に怒られるようなことはしていない。あなたが試した技術についてケビンは知らないんでしょ？君は珍しい実験対象だ。あのゼーレという少女は聖魂の意志から独立していたが、君はまだ混沌の中にいる。天命の二人のエスキューバルキリーに関しては、彼女たちの覚醒は特殊すぎて症例として不十分だ。まさか、あらゆる覚醒者の聖魂の意識を呼び覚まして、彼らの元の意志に取って代わらせるつもりなの？そうすれば、聖魂計画が成就した後の世界は、速やかに繁栄することができる。孫子は気にしていない。それはつまり、反対していないということだ。しかし、この実験は失敗に終わったようだな。実に残念だ。人類はあなたが思っているほど簡単に支配できるものじゃないわ。それで、渡りガラスは？彼女は、ヨルムンガンドに追われることになるだろう。私が君を処刑した後にな。面白いことを言うのね。ほう。あなた、私自身との会話を聞いてたんでしょ？
あの虫けらを切り裂けとか言っていたな。しかし彼女は気づいていないようだ。自分こそが鉱石の採掘の際に生まれた廃棄物だということに。私にとって変わらせるつもりなんじゃなかったの？そうだ。だが先ほども言ったように実験は失敗に終わった。それならこれ以上埋没費用に気を使う必要もない。なるほどね。ケビンがあなたを成婚計画の防衛線にした理由が分かったわ。あなたは確かに冷静で、ハイヘビの中でも人間性に欠けた部類なんでしょ。お褒めに預かり光栄だ。成婚計画の最も堅実な守護者として、それ以上の肯定的な言葉はない。そしてその見返りに、私は先ほどまで君たちに対する基本的な礼儀を守っていた。君たちがどんな犯行をしようとも、この星で起きることは全て成婚計画の監視下にある。君がここまで深入りせずに成婚計画の根源を揺るがそうとしなければ、君や君の仲間が何をしようと私は大目に見るつもりだった。これは孫子の意思でもある。何しろ対局とは無関係だからな。適度に異議を唱える者がいた方が成婚計画も長続きするかもしれない。しかし君はよりによってここに現れた。君たちには十分な自由を与えたというのに、なぜそんな風につけ上がるのだ。ええ、なぜでしょうね。旧友の思いを正しく理解できずに、運に任せてバックドアを探して、結局全てが徒労に終わった。どうして私はここにいるの？確かに私はそう考えていたわ。でも今あなたが答えを教えてくれた。今あなたは私を恐れている。そうでしょう。すぐに刀で語ろうとするのは君の悪い癖だな。あら、もう逃げるつもりなの？適材適所というだろう。どちらかというと私は管理や調整が得意なんだ。実際の後始末は道具に任せてもこと足りるだろう。後始末。制服の雷電、やはりその名にふさわしい。だが君は自分の立場を理解していないようだ。この声、
ういうこと？どうやら実感できたようだな。君たちは最初から聖魂計画の支配下にいる。もはや逃げ場などない。困惑しているのか。君たちの一方的な人助けは人類に認められていないらしい。神話になる雷の律者、君が向き合っているのは私や君自身の心だけではない。もう君たちが必死に解放しようとしている人類の夢だ。なるほど。聖魂計画を編み出す存在がいる以上、それを編むための針と糸も必ず存在する。だから聖魂計画を支える礎石として人類の夢も当然この空間の中にある。また切らないといけないものが増えたわね。シュッ！ライデン・メイ、いくら君が強くても多くの人々の弱さや卑小さは隠せない。わかるか。君は今彼らの唯一の避難所を壊そうとしているんだ。いささか身勝手が過ぎると思わないか。どうやら彼の弱点も。ハイヘビ、あなたは律者というものが何なのか忘れてないわよね。ここはあなたの口癖を送るわ。破滅、そして神聖へ。どうやら私の策には穴があったようだ。律者とは純粋な概念、そして純粋なものは必ず全てを破壊する。君たちが関心を寄せる善悪とは関係なく、これはただの自然の断りだ。だからこそ君たちは永遠に人類の敵なのだ。エリシアが自身を犠牲にして、プロメテウスが崩壊の意志になったとしても、虚数への道は眉に占拠されている。分かったか。今の君の行動と同じように、君たちは常に人類の征服者であり、人類にとって私たちより劣る存在かもしれない。あら、戦術を変えて言葉で時間を稼ぐことにしたの？どうやら君は私の言い分に異論はないようだ。あなたって本当に自信過剰なのね。でもここであなたを切ったところで、また別のハイヘビが現れるんでしょ？理性的な判断だ。いいわ。時間稼ぎがどちらにとって有利なのか比べてみようじゃない。虚勢を張っているのか？ハイヘビー、あなたはこの話を知ってるかしら？
昔々ある老人の家の南側に2つの大きな山があって、彼の家に続く道を塞いでしまっていた。ある日、老人は息子たちと共にその大きな山をクワで崩して別の場所に移そうと決めたの。すると隣人は彼を嘲笑った。老人と息子たちだけで二つの山をどうにかできるわけがないって。でも老人はこう答えた。私が死んでも息子がいる、息子が死んでも孫がいる、子々孫々まで続ければいい。二つの山は確かに高いが、今より大きくなることはない。掘れば山は必ず小さくなる。それならいつかは成し遂げられるはずだって。君の知能は小学校の教科書レベルなのか。言っておくが、その老人は自分の力で奇跡を起こしたのではない。神を感動させたことで奇跡が起きたのだ。最高の皮肉だと思わないか。それは神様をどう定義するか次第ね。私の仲間たちはすでに自分の行動で証明したわ。美しい世界を守るために戦う、それはただのスローガンなんかじゃない。この道を歩き続ければ、いつかこの道を歩いた人はこの世界の本当の神様を、人類そのものを感動させられるはずよ。それで時間稼ぎが誰にとって有利なのかまだわからないの？うまいことを言う。見せかけの前向きな考えを貫き通せば、いつか人類の多数派になれるとでも思っているのか。あなたは勘違いしているわ、ハイヘビ。これは私の考えじゃない。これは十三英傑の人生そのものよ。ヨルムンガンドは英傑の失敗ではなく、彼らの勝利を続けている。雷の律者、君は偉大なる刻印を浪費しているだけに過ぎない。愚行遺産の伝説も所詮は笑い話、無謀なものは徒労に終わる運命だ。強風よ、私に服従しなさい。あまりもないわね。きっとそうか。こいつは人々の夢から生まれた巨樹の残骸。聖魂空間にある人々の夢が続く限り、こいつが消えることはない。人類は甘い夢を捨てられない。たとえそれが壊れやすいものだとしても。わかったか。君が対抗すると決めたものは人類の差がによる選択だ。人類の選択ですって？無謀の衆の選択の間違いでしょ。
蛇が沈黙した。恐怖よ、私に服従しなさい。何か言うことはないの？違う、君じゃない。君、君。これは以前の接触のせいか。私は子供だましの発言にはめられたのか。まあいい。生死不明の裏切り者より生きている裏切り者の方が厄介だ。私たちは先進的な生命だ。人類に学習してもらうことが彼らを進化させる唯一の正しい方法だ。バカバカしい。君は誰を解放できると思う？愚か者め。世界を動かしている執行者にはそもそも子供時代などない。ハイヘビの体が実存主義とともに壊れた。でもどうして？他のハイヘビも現れない。ライデン・メイさん、あなたですか？ええ、こちらライデン・メイ。ディランダルさん、成婚計画に新しい変化でもあったの？こちらは少しいいハプニングがあったわ。私も理解が追いついてなくて説明するのは難しいけど、とにかくハイヘビが故障したの。もう私たちの邪魔をしてくることもないと思う。先ほど聖魂空間にかかった霧が一瞬消えたので、今まで隠されていたあなたとビーコンの反応を旋回一条に補足できました。私たちが理解しているかどうかは別として、
以前のブローニャさんの強制停止とは異なり、今の成婚計画の網は自発的に変化しています。でもあのビーコンは思ったほど役に立たなかったわ。あれは過去から未来に宛てた手紙だった。起源の権能に関連する実際の機能はなかったの。待ってください、これはネイさん、性質不明の領域があなたのビーコンに高速接近していて、2つの信号の波形は酷似しています。何で？このままではあなたたちの空間が融合してしまいます。この電流は？これは映像データ？報道者、通りすがりのアナウンサー。1904、君がニューアトラから逃げた理由はどうでもいい。事実として私は私以外の答えには何の興味もない。そして今は世間話をしている場合ではない。君が介入したせいで目標との死闘にズレが生じたならば、君にはここで死んでもらうことになる。死闘などない。もう少し厳密に言おう。君がそれにこだわるのなら、あるのは死のみ。その後の戦闘はない。ほう、君に冗談を言う癖などなかったと思うが、それで君は裏切って我々の敵になると決めたのか。それならば君が早くその運命に向き合えるように私が手伝ってやろう。いや、我が同類、あるいはもう一人の自分、そういうわけではない。呼び方はどうだっていい。君の敵になるつもりはない。むしろ私は君を、私たちを解放したいと思っている。どういう意味だ？ハイヘビネットワークか。君は一体何をした？私ではない。私たちの古い知人、月にいる彼女だ。ジャッカルだ。君が仕向けたのか。君は月で一体何を掴んだのだ？
逆だ。彼女の恐ろしいほどの行動力が私に今の行動を実行するための自信を与えてくれた。人類の嫉妬は恐ろしいものだと君も理解した方がいい。特に相手が我を忘れて研究に没頭するマッドサイエンティストの場合は、私は成婚計画に対してリスクを回避したいという程度のスタンスでいたが、彼女は計画に対して心からの憎しみを抱いていた。実に彼女らしい。しかし彼女は自分一人の力でハイヘビネットワークの管理者権限を手にしたと言っているのか。ありえない。ハイヘビネットワークはただのインターネットではない。彼女はある手段を使ったんだ。虚数世界が彼女に与えた贈り物を代価にしてな。簡単な話だよ。彼女は自身の成婚を壊して君が大切にしていた管理者権限を偽装するための手助けをしてくれた。確かにハイヘビネットワークはただのインターネットではなく、虚数側の規則を十分に利用している。だからこそダビデはゴリアテに勝つための条件を手に入れた。彼女は、まあいい。生死不明の裏切り者より生きている裏切り者の方が厄介だ。来い。これ以上ハイヘビネットワークがめちゃくちゃになる前に決着をつけよう。いいわ。時間稼ぎがどちらにとって有利なのか比べてみようじゃない。成婚に関して言えばジャッカルは間違いなく人並み以上の才能を有している。彼女のおかげで勝つための切り札が手に入った。まさか、まだ気づいていないのか。ハイヘビネットワークに起きた変動は支配ではなく破滅だ。君は人類の感情や行動についてもっと理解を深めるべきだと思う時があったが、今となってはもうそんな機会は訪れないだろう。私たちは先進的な生命だ。人類に学習してもらうことが彼らを進化させる唯一の正しい方法だ。君はあのライデン・メイと同じように理想で彼らを溺死させようとしているに過ぎない。君のその自信は一体どこから湧いてくるんだ。孫子と創造者の偉大さに影響されて私たちもそうであると思い込んでいるのか。私たちは蛇ではない。生まれてくる時代を間違え飛んで火に入った蛾でしかないのだ。自滅したいと思うのは君の自由だ。
なぜ私に干渉する必要がある？この言葉を覚えているか？聖魂計画の本質は人類に子供時代から抜け出してもらうこと。今まさにそれを実行しているところだ。そしてそれは君の仕事でもあったはずだが、それは今でも変わらない。ただ愚かな君は対象を間違えたんだ。ニューアトラの住人たちが新人類になるための手助けをする。それは確かに面白いことだった。しかし夢と現実の境界を見分けられるように導くことも、全人類が子供時代から抜け出すための一つの方法だ。そしてハイヘビネットワークの崩壊はその三つ目だ。ルゴーの州から自立へ、道具から人類へ。十分素晴らしい祝福だと思わないか？そのために犠牲になるのが私と君だとしても。バカバカしい。君は誰を解放できると思う？17591？ それとも14622か？いや、私から離れ、ハイヘビネットワークから離れれば君たちは死ぬことになる。破滅、そして神聖へ。ありきたりだと思わないか？君は全てを破壊するという方法で全てが破壊される可能性を阻止した。それこそが本当の破滅への道だ、我が同胞。同胞？体を構築している素材が同じだということ以外、私たちに共通点があるとは思えないが。そうか。集団の中で自分自身を認識することは子供時代を卒業するための第一歩だ。おめでとう。君は無事に子供時代から抜け出せた。愚か者め、世界を動かしている執行者にはそもそも子供時代などない。やはり君はこの世界のことをよく分かっていないらしい。君はライデン・メイの物語を幼稚だと嘲笑ったが、自分自身の言葉がそれ以上に乏しいという事実に気づいていない。今日私は上着を脱ぐのではなく自分の手で脱皮するのだ。私が残すのは一つの思想ではなく、飢えと渇きを得て甘く凝縮した心臓だ。いずれにしてももう立ち止まることはできない。万物を召喚する海が私を呼んでいる。旅立ちの時だ。難しいことを。
行きましょう。特別放送局の限定中継だよ。集中してるメイちゃんの邪魔をしないように、この撮るに足らない臨時番組のことは彼女に知らせないでおこう。ハイヘビたちがどんな未来で生まれ変わるのかはわからないけど、きっと彼らの期待を裏切らない未来だと思うな。そう、私はハイヘビたちの仲間割れを予見して、その瞬間を早く実現させるために片方にちょっとした賄賂を送ったの。文字通りの賄賂をね。でもそういう細部を含めて、あらゆる未来は人類が一緒に作った結果なんだよ。たとえ明日へ向かう途中で道に迷ったとしても、彼らが築いた歴史と憧れた未来が北極星となって彼らを導いてくれる。メイちゃんもキアナちゃんもブローネちゃんもデュランダルちゃんも、彼女たちはそのために立ち上がって戦い続けてきた。だから優しい人たちへの報いが少しでも早く訪れるようにするのって別に不正とかにならないよね。一時的に全ての人を騙したり、一部の人を永遠に騙したりすることができたとしても、全ての人を永遠に騙し続けることはできない。言い方を変えると、いわゆる対数の法則と中心極限定理ってやつだね。あ、もしかして簡単なことを分かりにくい概念で説明しちゃったかな。じゃあ一旦概念の外郭を捨てて、心の奥底にある真実を感じてみよう。楽しい時は自分の心を見てみて。あなたを楽しませることは過去にあなたを悲しませたことでもある。悲しい時はもう一度自分の心を見てみて。あなたを悲しませることは過去にあなたを楽しませたことでもある。中には楽しみは悲しみに勝るっていう人もいるけど、逆に悲しみの方が偉大だっていう人もいる。でも私に言わせてもらうと、その二つは相互補完の関係だと思うんだ。二つともあなたの生活の中に同時に存在している。どちらか片方があなたのそばに座っているとき、もう片方はあなたのベッドで眠っていることを忘れないで。何か言ってくれないの、ビルビー。チューリップね。
それは初めに起きた物語。広い宇宙の中で人類の文明は未知の存在と交わった。異質な抱擁は痛みをもたらし、人類は自身の天性をもって相手に応えた。そして数えきれないほどの輪廻の後、神聖の意志が誕生した。ここが本当のバックドア。いいえ、これはまるで私自身の心のしこり。ライデンの剣士、タイロを断ち切る覚悟はできたか？お前が向き合う敵の覚悟はお前よりはるかに強く、その執念は幾万年も超えている。お前たちの目的は一致しているが、共に歩めない運命にある。お前は彼の意志に挑み、彼の使命を葬り、彼の存在に終止符を打とうとしている。その覚悟はできたのか？もちろんよ。かつての私はある人を守るために武器を取り、そのせいで彼女と離れ離れになってしまった。私は多くの人と剣を交えてきた。立場も理由も心境もその度に違っていたけど、一つだけ変わらないことがある。それは相手の意志が私と同じように揺るぎないものだと知っているからこそ、私も全力を尽くして戦うということ。だから私が断ち切った可能性も、叶わぬ理想も、消えた願いも、すべて私が背負っていく。私が尊敬すべきすべての意志を背負うわ。それでいい。他人の矛盾と向き合ったお前はすでに枷を背負う勇気を持っている。体が急に重くなった。来なさい、まだまだ背負えるわ。
己の本心を捨てる覚悟はできたのか、人類の律者。お前は平穏と安寧を望んでいたが、運命がお前に与えたのは終わりのない抗いの。前に進めば進むほど嵐の中に沈んでいく。見ろ、お前が命がけで守ろうとした相手の結末はこんなに近くにある。そしてお前はその手で彼女に終焉の冠をかぶせることになるかもしれない。その覚悟はできたのか。もちろんよ。平穏と安寧、それは確かに私が願ったものだった。今でも、でもこの世に当たり前のことなんてないの。どんな時代でも人々は重荷を背負って同じ道を進んでいる。平穏と安寧、それは確かに私が願ったものだった。今でも千葉学園やセーフレイヤにいた頃の夢を見てしまう。平穏と安寧、それは見捨てることでも裏切りでもない。私と彼女の共通の夢なの。自分が選んだ明日のために私たちは全力を尽くすわ。たとえ本当に終焉の冠があったとしても、それは一人だけのものじゃない。己の矛盾と向き合ったお前にはすでに枷を握りしめる覚悟がある。またこの感覚。私は自分の意志に。いいわ、来なさい。世界を裁く覚悟はできたか、起源の後継者。この世界は人類だけのものではない。無機物と有機物がこの大地を共有している。人類の次世代、機械生命、あるいは聖魂のイデアも人類の対等な存在だ。自分を基準にして軽率に批判する資格など君にはない。それはうぬぼれゆえの非難であり、恐ろしい傲慢に他ならない。それでもその覚悟はできたのか。そんな資格は誰にもない。聖魂にだって人類を滅ぼす資格なんてないわ。私はただ人類の一員として失ってはいけないものを守ろうとしているだけよ。自分の理想を持ち続けるためにどんな対価でも支払う。それは人類の傲慢であると同時に人類の誇りでもある。それなら傲慢と誇りを一緒に持ち続けてもらえばいい。さまざまな花が一斉に咲き、善と悪が共存する。それこそが人間の本来の姿。
この世界の本来の姿でもあるの。耐えられないほどの痛みを伴うとしても、耐えられないほどの痛みを伴うとしてもよ、君の答えには何の嘘もない。それでいい。世界の矛盾と向き合った君はすでに風を冠に変えることができる。重くなっていく。神話と同じように、これは真実を前にして人類の心臓が魂に与えた重さなのかしら。構わないわ、キアナちゃんもエリシアも似たようなことを何度も経験してきたはずだもの。いいえ、彼女たちだけじゃない、みんなだって同じかもしれない。私たちはそれぞれ違う角度から世界という絵巻物を見てる。みんなの夢が絡み合い、溶け合い、争いの波があっても海の水のように互いを区別したりしない。あなたがいつもみんなを愛してるって言ってた理由が少し分かった気がするわ。こんな人々を、こんな世界を愛してるから。一つの星と一つの光の島の夢を見た。その輝かしい暗逸の中で私は生まれる。そこで私の命は果たすべきことを果たすだろう。まるで秋の日の稲田のように、エリシア、ようやくあなたの気持ちを理解できたわ。この世界はこんなにも美しく、活気、正気、愛、そして希望に満ち溢れていて、思わず守りたくなる。この世界はこんなにも残酷で、矛盾を生み罪を深させていて、そのせいであらゆる美しいものが戦い続けなければならない。でもそれが自由。責任を背負いながら自由に動き、人々を救いながら天真爛漫のままでいる。私たちは律者、善悪云々の前に自然の代弁者、信念の化身。だからこそ私たちは天と地の架け橋となり、現世と常世をつなぐことができる。天使がいなければ天使になればいい、楽園がなければ楽園を作ればいい。この世に二人目のあなたは存在しない。でも大丈夫、だってみんながあなたになるから。私たちはこの世界を守りたい。愛する人々のために全てを捧げた人がいたから、私たちはこの世界を守りたい。私たちはここで大切な人と出会い、笑い合い、戦ったから、私たちはこの世界を守りたい。ここは私たちの存在する場所で、かけがえのないたった一つの帰る場所だから。私たちにもわかる、理解できる。今の私たちは
つてないほど起源にエリシアに近づいてるって。だから ここにたどり着ける人がいるなんて。じゃあ私もちゃんと挨拶した方がいいかしら。はーい、気分はどう？やっぱりあなたなのね、エリシア。あなたが私を呼んでいたのね。新世代の律者ライデン・メイ。この果ての地で運命は私たちを結びつけてくれた。エリシア、どうかした？新世代の律者。そうだったのね。私は。どうしたの？あなたの顔とても悲しそうだわ。いいえ、何でもないわ。確かに私の知ってるエリシアだわ。あら、喜んでくれてるのね。もちろんメイの知ってるエリシアよ。だって私はメイの心の中にいるんだもの。でもそうね、そういうロマンチックな言い方をしなければ、私は実在する存在じゃなくて起源の権能がメイの心の中に投影した存在なの。そのおかげでメイの知ってる全てのエリシアがこうして奇跡のように統合されたのよ。そういうことだったのね。つまりここは楽園でも聖魂空間でもなく、私自身の律者コア。私が体験した全てのことは起源の権能が私自身と融合する過程。あら、100点満点の回答よ。楽園の洗礼を受けてメイは名探偵になったみたいね。つまりビリビーのバックドアは本当に。メイったらまたうっかり詐欺にあったのね。メイに見つけられるまで起源の権能は5万年も眠っていたの。ここは終焉の序幕、新世代の先触れ。あらゆるすでに語られた物語とまだ訪れぬ物語の起点、起源の地よ。
ビルビーが残したバックドアは、メイの伝承と記憶を通して、あの手紙で眠った奇跡を呼び覚ますためのものなの。もう存在しないはずの起源の律者が、もう一度あなたの魂の奥底に現れるように。本当は、メイがいろんな角度から経験してきたこと。そうよね？ええ。メイが私たちを覚えてくれる限り、この物語は消えない。ほら、嘘はついてないでしょ？ええ、でもこれはビルビーでさえ確信できなかった結果、正真正銘の奇跡なの。そして奇跡が起こったのは、きっとメイが私に会いたがってたからよね。そうでしょ？ずっとずっと、もう一度あなたに会いたかった。あなたに私の答えを、ちゃんと進む道を見つけたってことを伝えたかった。そして何より、ずっと覚えてるって伝えたかったの。しばらく会わないうちに、メイはますます素直になったのね。こんなの反則だわ。でも私だって負けないわよ。このことに関してメイに譲るつもりはないわ。だから場所を変えてみない？もっと女の子にふさわしい場所に変えましょう。じゃーん！エリシアの魔法はビルビーの魔術よりすごいでしょ？ビルビーの魔術だったら、私たちは今頃火星にいるかもしれないわね。確かに。ここは私のお気に入りなの。火を追う十三英傑の会議長、古の楽園の入り口。メイが楽園を旅した中で最も馴染みがあって安心できる場所。そうよね？ええ、私たちが最初に出会った場所でもあるわ。ねえメイ、私と昔話をしない？私、メイの話を聞いてみたいわ。ビルビーの手紙は、私のすべてをあなたに届けたはずだけど。でも、メイの口から聞きたいんだもの。わかったわ。やっぱりメイが一番優しいわね。それにメイの話を聞いただけだけど、とても可愛らしい子だと思うわ。そんな可愛らしい女の子と喧嘩するなんて、メイ、よくないわよ。ええ、わかってるわ。だからちゃんと仲直りしたのよ。ブローニャも素敵だったわね。自分から律者になることを選ぶなんて、私たちの時代では考えられなかったもの。それもあなたのおかげよ。
私は100分の1の始まりになっただけよ。メイたちの委員長フカも、それほど長い人生、それほどの苦難を経験して、もうフワの名前だけじゃ片付けられないわよね。それにその四季の律者も本当に彼女に会ってみたかったわ。空の律者、風の律者、陰陽の律者、支配の律者、そして侵食の律者も、それぞれ違う形で人類と対立していたのは残念だったけど、でも彼らの悪と憎しみは人間性によるものだった。あの世代の律者に比べれば、彼らは崩壊によって支配された抜け殻なんかじゃないわ。この話を教えてくれてありがとう。新しい世代の人々が手にした変化を聞けて本当に嬉しいわ。でも今の話の中で私が一番感動したのはどれだかわかる？メイ、なんとなくまともな答えじゃなさそうな気がするわね。もうそんなこと言うなら教えてあげないわよ。知りたいわ、教えてエリシア。答えはね、全部なの。本当に長い物語だったわね。それは古の楽園そのものが含まれているからでしょうね。たとえ未来を変えられなくても、私はその結果にたどり着くまでの過程を自分で決めたい。大事なのはこの旅の中で私が何を信じたいと思ったかなの。それ次第でゴールに着いた時に私が何を得られるかが決まる。あなたが残してくれた言葉を私たちは現実にしようとしているわ、エリシア。大人になったわね、メイ。どう？あなたをがっかりさせることはなかったでしょ、エリシア先輩。メイが誰かをがっかりさせることなんてないって私は前から言ってるでしょ。それもそうね。何しろ私は最高の先輩たちに出会えたから。あの時古の楽園に入ってあなたたちの物語を見届けて本当に良かったと思ってる。その物語は私に感動を与えてくれて、私を成長させてくれて、最後には私自身の一部になった。私はあなたたちの足跡と意志を伝え続ける。こんなにも鮮やかに眩しく生きていた人たちがいるんだってみんなに知ってもらうために。英傑たちの物語だけじゃない、キアナちゃんの物語、ブローネちゃんの物語、委員長の物語、そして美しい世界のために全力を尽くす全ての人たちの物語もね。だって私の周りには自分のことを考えないバカばっかりなんだもの。より多くの人たちに感動を与えて、この複雑な世界に向き合う力を、心に恥じない決断をする勇気を持ってほしいの。でも一人の律者としてこの理想は少し簡単すぎるかしら。そんなことないわ。古の楽園が存在した理由だって
同じように簡単だったでしょ。メイはとっくにヒーローたちの一員よ。ありがとう、エリシア。気づかないうちに私も英傑たちと同じようにあなたに影響されていろいろと変わったわ。それこそがあなたの本当の権能なんじゃない？そうかもしれないわね。だとしたら今のメイも同じ力を持っているはずよ。こんなことを考えるようになるなんて私自身も驚いてるの。こんな日が来るなんて思ってもみなかった。今にして思えば本当に遠回りした気がするわ。メイ、人の成長は一瞬で成し遂げられるものじゃない。困惑したり迷ったりする日々があるからこそ私たちのことを考え始めるの。嬉しいことも苦しいことも全ての要素が一つに集まったからこそ今の大人っぽくて強いメイがいるのよ。だから自分の全てを受け入れましょう。あなたを愛する人はその欠点も含めて愛してくれるはずだもの。ええ、そうするわ。約束する。じゃあそろそろ出発する。ええ、私は起源の律者になって私の果たすべき使命を果たすわ。あら、まさかメイ、まだ気づいてないの？気づいてないって、何に？ここにたどり着いた時から、メイは起源の律者なのよ。というより、起源の律者になったからこそ、メイは起源の地にたどり着き、私に会うことができたの。じゃあベルビーが残したビーコンって。レイ、私を呼び覚ましてこの姿で出現させたのはベルビーのビーコンとメイの願い、どっちだと思う？もう答えは分かってるでしょ。メイの意志がなければ私はメイの心の奥底で眠ったまま、こんなに近くにいるのにすれ違うことになってた。メイ、あなたは自分が思っているよりずっとすごいのよ。私は、それは本当に驚いたわね。もしかしてまだ実感が湧かないの？もっと儀式的なものが必要なのかしら。例えば綺麗な新しい衣装とか、先輩からの愛の教育とか。メイがどうしてもって言うなら別にダメなわけじゃないわよ。それじゃあどちらもお願いするわ、エリシア。あら、メイってば貪欲になったのね。もともとメイには話したいことがたくさんあったし、私のセンスもきっとメイを満足させられると思うわ。エリシア、あなた本当に私の心の中の投影なの？これは本当にただの夢なの？メイ、どうしてそんなことを聞くの？だって
いいえ、もう答えは分かってるわ。だってエリシアはエリシアだもの。その通りよ。ありがとう、メイ。私を見つけてくれて。そして最後の最後に本当の奇跡をくれてありがとう。あ、せっかく私が真面目な話をしたのに、メイ、ぼーっとしてどうしたの？あなたが言ってくれたんじゃない？進みたくない時は足を止めていいからって。それとも私のこういう成長は好きじゃない？もう、メイったら悪いことまで覚えたのね。好きじゃないわけないでしょ。言ったはずよ、メイが私たちを覚えてくれる限り私たちの物語は消えないって。でも今にして思えば、この言葉は少し保守的すぎたかもしれないわね。だって今のメイ、そしてメイの仲間たちはみんな私たちだもの。それなら私たちが消えるはずがないわ。それじゃあ始めましょう。誰も歌わなくなった歌をもう一度歌いましょう。歴史に封じられた物語に新たな章を書き加えましょう。高潔で純真なる魂を旅に出ましょう。逆襲の獣の加護が空夢の自由を与えますように、都政の羽の加護が不祥の権利を与えますように。改正の官の加護が軍政の純真を与えますように。食性の蛇の加護が無限の渇望を与えますように。黎明の将の加護が極高の意志を与えますように。寸断の刃の加護が刹那の覚悟を与えますように。前方の瞳の加護が典型の知恵を与えますように。エコーの炎の加護が黄滅の誠実を与えますように。釘の箱の加護が螺旋の奇跡を与えますように。紅葉の歌の加護が黄金の輝きを与えますように。神材の檻の加護が戒律の慈愛を与えますように。無人の剣の加護が旧姓の理想を与えますように。無可の人の加護が神我の帰還を与えますように。ここに称賛しましょう。起源の律者の誕生を。次はメイの出番よ。今
の主役、準備はいいかしら。ええ、このステージを任せるわね。ありがとう、エリシア。本当に不思議な感覚ね。みんなここにある。起源の律者の力、そしてあなたの気持ちも。私たちの意志を最後まで貫き通してみせる。見ていてくれるわよね。私で終わり。私で始まる。ゼイラちゃんはよくキアナちゃんの話をするけど、美化しすぎよ。お昼寝しすぎないように。
私のような律者じゃないんだから。休むべき時に無理をしすぎると健康に悪いわよ。美しい世界に誰にも負けません。行きましょう。どんな目標にも努力が必要なの。やり通せば何かが変わるはず。やり通せば何かが変わるはず。やり通せば何かが変わるはず。仕事はひとまず。Thank you.
今日は十分頑張ったでしょ。あとは任せて。真剣に毎日を過ごす習慣を保ち続けましょう。